ご乗車ありがとうございます。どうも皆さん、こんにちは。RXY です。はい、というわけで今回はですね、本当にちょっとしたおしゃべり動画を撮っていきたいと思います。で、今回は最近の動画投稿が下がってしまっている、頻度がね、下がってしまっている原因と、僕のね、呼び名についてちょっと変更しようかなと思っているところがあるので、それについてお話をしたいと思います。で、まず動画の更新頻度が最近また下がってしまっているということなんですが、最近ちょっとですね、プライベートの方でいろいろ問題がありまして、動画が投稿できないわけじゃないけど、しづらい状況になってしまってます。で、まず一つとしては、僕自身の体調とかが、気分とかがちょっと今よろしくない状況で、編集とかね、動画の収録とかがなかなか難しい状況なので、今少しだけ編集やめてます。と言っても、毎日できないわけじゃないので、できる時にやって、できない時に休むという形を今とっていて、それで更新頻度が少し下がってしまっています。そこはね、チャンネル登録者の皆様には大変申し訳ないんですが、それを維持しないと生活にまで影響を及んでしまいそうなので、今そういうペースを保ってます。で、次に RXI という呼び名について、僕最近過去の動画を見直していまして、その動画やっぱり見てると、自分の名前がすごい自分でも言いづらいし、多分皆さんにも聞き取りづらいかなと思ったので、名前変えようかなと思います。変えるっていうのは自分の言い方みたいな。チャンネル名はそのままで、名前をですね、 RXY の R 頭文字を取って R と呼ぼうと思います。ね、 R さんと呼んでいただければそれが一番嬉しいかな。YouTube の中で R っていう名前のチャンネルの方がいっぱいいるので、チャンネル名ジャック RXY のままなので、その点は変わりませんが、これから R と呼んでいきます。という報告、状況報告な動画でした。ちなみに今映っているのはですね、カピバラさんです。で、この写真は去年の8月の終わりから9月の初めにかけて福岡の博多に行ってきまして、で、その時のこれはね、海の中道海浜公園っていうところがあるんですよ。福岡市の中にね。で、そこの公園の中の、なんか動物園ゾーンみたいなのがあって、こういう風に、檻の中に入ってるというよりは、囲いがされてて、その囲いの中は動物も人も自由に行き来できるみたいな、そういう動物園でしたね。放し飼いってやつですね。で、この縄が張ってあるより先には人間入れないんですが、カピバラさんたちが、僕がこの道歩いてる時に寄ってきたので その時に動画撮りました。で、これは動画の中のワンシーンなんですが、結局その博多にいた時の動画はボツになったので、博多関係で上げたのはなんか JR 九州の通過シーン集みたいなのだけですね。で、それはいいとして、そういう旅行動画を上げるには、パソコンのグレードを上げなければならなくて、今のパソコンだとですね、どうしても編集にも限界があるし、処理の速度とかもやっぱ限界があって、iPhone の動画とか写真とかを取り込むにもね、すごい時間かかるんですよ。途中でなんか処理落ちしたりとか、動画変換するときにすっごい時間長くかかっちゃったりとかがあるので、そういうのは、パソコン新しく買わないとできませんので、なので今投稿してる動画の編集が限界の編集になります。お楽しみいただけたら嬉しいです。というわけで、以上 RXY でした。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。